社 NHK 文化センターは NHK の関連会社。主要事業はカルチャー講座の企画、運営である。他のカルチャーセンターと異なる点は NHK の関連会社であることから NHK の放送と連携して行われる講座も少なくない点である。また NHK を退職したアナウンサーや現役のアナウンサーが日本語や会話、 朗読に関する講座を行うことも特徴の一つである。青山の本部ではカルチャーラジオの公開講義の収録も行われている。1978年12月、生涯学習に対する関心が高まる中、NHK の放送番組制作のノウハウを活かしたカルチャーセンターとして設立された。翌年4月に東京、 南青山に最初の教室を開校したのが企業の始まりである。2014年度には同社全体で延べ6万5千講座が開催され、延べ65万5千人の受講者があった。会員制を敷いているが、新規入会者の獲得を兼ねて入会手続きなしで受講できる単発の安い講演も行っている。NHK 文化センターでは講座推進本部の下に、 東京本部が置かれ、東京本部が北海道と関東の教室を統括し、仙台創始者が東北、名古屋創始者が中部、新越、大阪創始者が近畿、四国、広島創始者が中国、福岡創始者が九州地区の教室を統括している。別途、経営計画部と経営総務室が事業の計画、管理を行う。なお、 北陸と沖縄に教室は存在しない。ありがとうございます。